今回とんでもスキルの再現飯やったけど1話で他にも料理出てきたんだよね。あからさまに作ってほしそうな誘導、確かに気になってて買い物ついでに生姜焼きのタレ買っちゃったんだよね。っていうことで作っていくよ。材料はこんな感じ。原作再現でイノシシ肉使っていくよ。イノシシ肉の生姜焼き、普段塩コショウでそのまま焼いて食べることが多いから変なになるか楽しみだね。野生のお肉は硬いからちょっとアレンジするけど、異世界飯って感じでがっつり目に仕上げたいね。まずイノシシ肉の皮に近いところを処理していくよ。本当はロース部分が欲しかった。お肉が処理できたら軽く切り目を入れたり叩いたりして柔らかくして、あとは市販のタレを絡めるだけと言いたいところなんだけど、野生のお肉は硬いから臭み取りにもなる大根おろしを入れて柔らかくしていくよ。漬け込んでる間にキャベツを切っておいて、ある程度時間が経ったら油部分でフライパンに油分をつけて生姜焼きを焼いていくよ。大根おろしの入ったソースと後追いでタレをかけてしっかり火が通ったら完成。くらえ、ボリューム感がすごい。でもやっと実際のジビエ肉は人間が食べるために飼育されてないから硬いね。細かく切ってしっかり噛むと美味しいんだけどね。お肉食べてる感じがして良いかも。噛み切れないほどじゃないけど細かく切ると食べやすいね。原作再現で食パンでサンドしても最高だ。タレの風味もこれ1本で決まってるからすごい。生姜だけに美味しくて生姜。